目指せレッドカーペットへの道、イエーイ、この番組は大江戸フィルムが厳選した珠玉のアジアの名作をご紹介していく番組です。 MC 私結城和子とアシスタントの王さん、はい、王です。2人でお届けしていきます。今日ご紹介するのはこちら、キム・ギドク監督の魚と寝る女です。2000年劇場公開映画となっています。簡単にあらすじをご説明しますね。このストーリーは深い悲しみの中で惰性のように生きている女と自殺を決心した男が釣り堀の管理人と客という形で出会い、互いに惹かれていきながらも抗えない運命に翻弄されていく様を湖畔の美しい風景とともに叙情的に描いた作品です。主人公の女の情念は女と知ってみてどう感じましたか？はい、この主人公一言も言葉を発しないんですね。セリフがない。その中で本当に情念だけが伝わってくるという、ものすごい深い情念だから、ものすごい深い悲しみっていうのはその前提にあったんだと思いますけど、ここで出会った男性に対しても深い情念を持っていく。で、これ見てるとだんだん怖くなってきますけど、でも私としてはこういうところ自分にもあるかもしれないっていう点があって、でももしかして深く深く突き詰めていくと、もしかしてこれはどの女性にもこういう気持ちってあるんじゃないかなってふっと思わせるようなところもありました。とても痛みを感じる映画ですが、どうでしたか？痛みというのは、これすごい肉体的な痛みの描写がやっぱりキム・ギドクの監督らしくすごい描写がありますけれども、精神的な痛みとこのにすごく痛い、もう見てて痛くなってくる肉体的な痛みの描写がやっぱりきちんと理にかなっているというか、リンクしているというか、その肉体的痛みを表現するから、この人の、まあ、女性であり男性であり、その人たちの抱えている精神的痛みがそこに顕著に現れてきている、それが映像に映っているというふうに思いました。2人の船は最後どこに向かったと思いますか？希望的観測から言うと、2人の船は将来に向かっていくんだなと思って見てたんですけど、またその最後のラストシーンのラストにまたこうどんでん返しみたいなのがあって、すごい不思議な映画なんですけど、将来に向かっていってほしいと思いながら、多分この船は破滅に向かっていくんだなと思いました。好きなシーンをやってください。どうでしたか？このシーンしかっていうか、この映画全体を通してこの女性は深い本当に悲しみに包まれてるんで、笑顔っていうところはないんですけど、ちょっとだけ笑うシーンが2つ3つぐらいある中の、このシーンがその中の1つで、多分この時の彼女幸せな気持ち、その本当に深い悲しみの中に生きてるのに、ちょっと幸せの兆しが見えたっていう心持ちではないかなと思って演じてみたんですけど、自分でやってみて幸せな気持ちとともに、なんとなく自然にちょっと悲しい気持ちっていうのが湧いてきたのも、なんか自分でやりながら不思議だなと思いましたというわけで、映画チャンネル今日はここまで。この番組がいいなと思ってくれた人はいいねボタンとチャンネル登録の方お願いします。ではまた見てくださいね。王さん、はい、せーの、バイバーイ。